アドルフ・フリードリヒ3世は、神聖ローマ帝国の両方国家である、メクレンブルク・シュトレーリッツの君主。メクレンブルク・シュトレーリッツ公をアドルフ・フリードリヒ2世と、マリアフォン・メクレンブルク・ギュストローの息子として、シュトレーリッツで生まれた。父のアドルフ・フリードリヒ2世は1701年に、メクレンブルク・シュベリーン公と合意して、メクレンブルク・シュトレーリッツ公国を成立させた。 1708年5月12日、父の死に伴いメクレンブルクシュトレーリッツ港に即位した。1712年、メクレンブルクの島一と城が焼け落ちてしまったため、アドルフ・フリードリヒ三世一家は仮小屋に住むことを余儀なくされた。仮小屋の周辺にノイシュトレーリッツという町が建設されると、アドルフ・フリードリヒ三世は1733年にノイシュトレーリッツを正式に設立。 さらに1736年にはそれを首都と定めた。アドルフ・フリードリヒ3世は、ノイ・シュトレーリッツで、死去、老いのアドルフ・フリードリヒ4世が行為を継承した。アドルフ・フリードリヒ3世の、妻ドロテア・フォン・シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク、イコール・プレーン。1709年4月16日、アドルフ・フリードリヒ3世は、ラインフェルトで、 シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクイコールプレーン公ヨハンアドルフの娘ドロテアフォンシュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクイコールプレーンと結婚した。二人は娘を二人儲けた。ありがとうございます。